2024年は辰の年、干支の辰と同時音が名字にある立浪監督が辰年に龍が頂点に立つと誓った。采配も含めて機能させたい。最下位から優勝したチームもある。我々は勝ちに飢えている。今年気持ちを新たに入れ替えてスタートしたいと、2年連続最下位の屈辱を晴らすと嬉しいコメントをしていた。その中でキーマンに挙げたのが、巨人でオプトアウト権を行使して自由契約になって中日に移籍してきた中田翔である。昨季のチーム390得点&71本塁打は12球団ワースト。ヒンターを解消する存在と期待する。打順は未定だが、クリーンアップを打ってほしいと。中軸は確定済みだ。やんちゃなイメージはあるが、可愛げがあると人間性もお墨付き。いろいろと騒がれるけど、しっかり守ってあげたいと言い切った。ファンあってのプロ野球なので、中田翔には真摯に頑張ってほしい。2年連続再開でも球場への入場者数が増えて球団が黒字になったことで選手の年俸は上がっているので、来年はチームが勝って気持ちよく年俸が上がってほしいものです。皆さんは今年の立浪ドラゴンズをどのようになると考えますでしょうか。またキーマンには誰をあげますでしょうか。コメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。今年はファン一丸になって応援したいと思いますので、くどいようですがチャンネル登録をよろしくお願いします。今年こそお願いします。立浪監督に代わってから毎年ドームに通い応援しています。契約最後の年、最低でもクライマックスシリーズには出ないと来季は立浪監督が見れないでしょう。ずっと地元で少年時代からドラゴンズファン、高卒ルッキー立浪くんは衝撃的でした。だからこそ今年こそお願いします。今年のドラゴンズは強いと思います。中田翔、中島という打点稼ぎマンが2人加入してるし、南紀に山本みたいな粘れる打者もいやらしい。投手はもともと強いし、去年より援護増えて勝ちが増えてくるとどんどん乗っていきそう。自分は巨人ファンですが、久しぶりに巨人中日阪神で優勝争いしてほしい。老将岡田監督には甲斐阿部監督と中日の象徴だった立浪監督が挑み接戦を演じる。そんな2024年シーズンが見たい。中田に関しては試合に出ればある程度流行ってくれる。ただ問題はコンディションの部分。そこを管理するのは首脳陣の仕事なので、そこはうまく運用してほしい。中田に限らず石川とかもね。一軍のペナントレースは支配下選手上限70人を活用して6チーム中144試合で1番勝率を稼ぐものだということを立浪さんは忘れないでほしい。1番2番は難しい打順なのか、ほんまに岡林と大島さんしか務まらなかった。3番も細川しか務まらない。たとえ来季もそうだったとしても、4番の石川も膝の痛みで思い切って触れなかった様子だが、4番に中田が来て、石川も秋季キャンプは凄まじい当たりだったので、5番なら来季はかなりいけるなら、6番以降は層が去年より厚くなったし、誰も覚醒せずとも経験によるわずかな上積みを少し計算するだけで少し良くなる。そして投手力が去年よりかなり充実してるので、勝てる試合も増えてくる。全く楽観も余分な上乗せもしなくても4位予想はいける。そして4番以降で2割5分以上打つ選手が増えれば得点力は大幅にアップできる。今季と比べ物にならないと思う。そうすれば投手も楽に投げれる。好循環が生まれてくれば優勝も目指せると期待してます。立浪監督の就任後に選手をかなりの数入れ替えたので、2年間で全部変えたという言葉に間違いはない。大事なのはそれが正解だったと示すことだ。少なくとも与田前監督時代の全否定に等しいオペレーションを敢行しているのだから、3年で1度くらいは A クラスになってみせてほしい。中日ファンに頻打の元凶とされて評価の低い与田前監督だが、過去10年で唯一の A クラス入りを実現している。仮に急激な良化は望めないにしても、A クラス争いに終盤まで加わるシーズンにする必要は最低限あるだろう。特に二遊間は就任時の一軍戦力だった阿部、京田、三俣、溝脇、との上を全て入れ替え、ドラフトで上位指名を連発したのだから、何の成果も残せなかったでは済まない。二遊間固定への道筋はつけてほしい。投手陣は上位球団と遜色ない。問題は守りと走塁。打つ方も課題だけど、良い投手からはそんなに打てるもんじゃない。ガンテリンをホームにする以上守り勝つしかない。守りのミス、走塁ミス、バントを含めここをしっかりしなければ A クラスは難しい。何とか今年は上位としっかり戦える姿を見せてもらいたいよ。キーマンは中田一人じゃなく立浪監督、フロント、首脳陣も含めて全部だね。今年も新加入の細川が24ホームラン78打点も上げて期待以上の活躍をしても、去年の借金10から、
借金26へさらに悪化したから、中田翔が打ったとしても他の面が改善されていなければ勝てない。監督の仕事は育成じゃなくチームを勝たせること。立浪監督は3年目だから A クラスが最低限になるね。最大の課題は立浪監督がチームの結果に責任を持つこと。昨年までは試合後のコメントがいつも他人事のような感じでした。そして自分の責任を認めることがありませんでした。いつも選手を責めていました。そしてシーズン後も責任を取ることなく監督を続投。今シーズンこそチームの結果に責任を持ってもらいたいです。試合後のコメントも自身のミスを認めてもらいたいです。中田にはドラゴンズの中心打者として期待しています。あとは昨年ブレイクした細川と新外国人選手のディッカーソンが活躍できるかが鍵を握りますね。3人が揃って活躍できれば貧打線を解消できそうです。中田翔は良い選手の一人に間違いないが、中田翔が入って強くなるのは別物。巨人が2年低迷であったように、また細川も昨年後半他チームのデータにより急降下。石川も守備、野球全体に課題が多すぎる。中田翔、新助っ人、上林に期待したい。また実績のある高橋周平も忘れてはならない一人だと信じています。しかし監督がね、会社でも思うのですが、上層部は失敗した後に変わらなきゃと言って現場サイドを変えようとします。変えるべきは上層部の考え方ややり方じゃないでしょうか。自分が変わらなければ部下はついていかないと思います。前回の辰年以来の CS くらいまでは行ってほしいですね。過去にも6位5位からの優勝1982年もあるし、歯車が噛み合えば十分チャンスはあると思います。キーマンは監督とヘッドでしょう。監督とヘッドがまともな采配ができるかどうかが浮上の鍵でしょう。昨年みたいなことを今年もやるようだとまたダントツの再開になると思う。自分で80打点分の野手を放出したから昨年の打点が前年より悪化したんだよ。マイナススタートにしたのはお前さんなんだよ。全く意味不天然で幸せな監督だ。一番の戦力アップは戦略のアップデート。バント下手な選手にバント連打とかやってるうちはどれだけ戦力があろうがプロ野球では勝てません。スローガン通り突進して今年こそは竜のごとく A クラスへ登ってほしいものです。頑張れドラゴンズ。キーマンは立浪だと思う。選手起用、采配すべてで成長していないと上にはいけない。4番の方、脱地元至上主義、大島、石川の整理、この3つが鍵。特に3番ね、3年目ともなればさすがにいろいろ言い訳も聞きません。球団としてもかなり戦力の整備には頑張りました。去年まではいろいろ言われても監督ともとも耐えてきたファンもいます。見返してください。期待してます。1塁は中田、ビシエド、宇佐美、捕手は木下、石橋、宇佐美、外野手は岡林、細川、大島、ディカーソン、鵜飼、ブライト、加藤、後藤、三好、川越、上林。ひとまず今年を考えたらここはいい。二遊間は結局若手だらけで未知数。山本やカリステでバックアップしつつ競争の中で誰か出てきてくれたらって感じだね。実は一番心配なのが三塁、打撃のポジションだけど、石川はまだコンディションや打撃成績ともにレギュラーとは言えず、周平ももう最近はさっぱり。開幕までにできれば三塁にもう一人補強が欲しい。補強に頼り、ゼロからのスタートということは、選手やコーチのせいにしているということだろ。采配面や指揮官として反省してるのか疑問。また今季も立浪はアールドに凝り固まるのか。球団ももっと厳しい条件つけるべき。それからバット持ってうろうろするの、今季こそやめてくれ。ゼロからスタートてじゃ去年までの2年間何視点ということなんだけど、監督がそんなこと言ってってことは去年までがマイナスだったってこと？いくら監督でもそれは言ったらかんだろ。マイナスなら自分の采配でプラスに持っていかないと。